名探偵、コナン名探偵、コナンテンプレート、名探偵、コナン映画作品名探偵コナンゼロの執行人、名探偵コナンゼロの執行人は、2018年4月13日に公開されたアニメ映画で、劇場版、名探偵、コナンシリーズの22作目にあたる。興行収入は91.8億円となり、6作連続でシリーズ最高講習を更新している。 キャッチコピーは、それが、お前の真実か、真実を暴く、モノ VS 正義を貫く、モ物魂がぶつかり合う、極秘人無ミステリー。本作は、第20作、純黒の悪夢で、劇場版に初登場した、公安警察所属のアムロトールが2年ぶりに、メインキャラクターとして登場し、爆破事件の容疑者として逮捕された、モーリーコゴロ郎の無実を証明するため真実を、 追求する江戸川コナンの前に立ちはだかるという正義をテーマとしたストーリーが描かれる。メインキャラクターが不可解な行動を起こして、コナンの前に立ちはだかるというパターンは、第19作、豪華のひまわりに登場した怪盗キット以来3年ぶりである。アムロ役の古谷徹は、ティザービジュアルの段階から江戸川コナン役の高山、南、毛利蘭役の山崎若菜。 毛利小五郎役の小山力也と共にメインキャストとして記載され舞台挨拶にも参加する。ヒエリと栗山緑が第10作探偵たちの鎮魂化以来12年ぶりに劇場版に登場している。エリはポスタービジュアルにも登場しており、第4作瞳の中の暗殺者以来18年ぶりとなる。前作とは異なり警視庁。 捜査一課のメンバーは全員登場しており、特に白鳥は、第18作、異次元の狙撃手以来4年ぶりの登場で、今作では、小五郎の近況を報告する役回りなので、出番が多い。白鳥以外のメンバーは、第20作、純黒の悪夢以来2年ぶりの登場となる。同様に、純黒の悪夢でアムロと共に、劇場版初登場となった。 カザミユウヤも2年ぶりの再登場となった。さらに江本あずさも、純黒の悪夢以来2年ぶりの登場となる。また、警視庁刑事部の部長、小田切敏郎も、第15作、沈黙の15分以来7年ぶりの登場となるが、本作でのセリフはない。さらには、警視庁、捜査一課の管理官である、黒田氷絵が劇場版に初登場となる。 公開直前の2018年4月7日には本作のプレストーリーとなるテレビアニメ第898話ケーキが溶けたが放送された。また公開翌日の2018年4月14日と翌週の4月21日には本放送枠でヒエリが登場し本作と同じく小五郎が容疑者になるエピソードである容疑者毛利小五郎が再放送された。 監督は、第15作、沈黙の15分から第21作、から紅れないの連歌まで7作連続で務めた、静の公文に代わり、モブサイコ百などの立川譲が務める。前作までの公開日は4月の土曜日となっていたが、本作以降は金曜日に公開される。タイトルの漢字はそのまま読み、カタカナの当て字がない。このような例は、第19作、 豪華のひまわり以来3年ぶり、第1作、時計仕掛けの摩天楼、第3作、世紀末の魔術師、第4作、瞳の中の暗殺者と合わせて5作目となった。第20作、純黒の悪夢以降行われている、タイトルからオープニング映像までのシーンを、片目だけで見ると、3D 映像のように見える演出は、本作でも行われているが、工藤新一の登場シーン、背景、 テロップが一新されている。また、今作では、コナンの次に、モーリランと小五郎が、同時に紹介されているとともに、アムロや、少年探偵団のメンバーのキャストが、オープニングで、初めて紹介された。エンドロールでは、第20作、純黒の悪夢と、同じく、エピローグシーンを挿入している。本作のガイドブックとなる、名探偵。 コナンシネマガジン2018が2018年3月31日に発売され、小説版は小学館ジュニア文庫から2018年4月11日に発売された。また、本作が公開された後の2018年5月7日には、本作のガイドブックを兼ねているアムロの特集本、名探偵、コナンアムロトール、バーボン、古レイシークレットアーカイブスプラス、 劇場版ゼロの執行人ガイドが発売された。さらに2018年12月18日には名探偵コナン初となる原画設定資料集が発売された。劇場版シリーズの定番となっているエンディング後の次回作の予告は今作でも放映された。エンディング終了後にビルの上に立つ怪盗キットの姿が映し出され、またお会いしましょう。 夜空に浮かぶ船の上で、と、キットがつぶやいた後、次回作の制作および GW 中の公開が決定した胸の字幕による予告が流れた。作品名や内容は明らかになっていなかったが、後に根性の拳であると明らかになった。江戸川コナンたち少年探偵団は、赤澤博士が新たに開発した高性能ドローンの飛行テストに付き合うが、方向、速度、 カメラを同時に操作する必要から、リモコンの取り合いが始まったため、博士はリモコンを3つに分けようかと試案する。一方、室内では、ハイバラアイがテレビを視聴中で、5月1日に東京サミットが開催される、東京湾の統合型リゾート施設、エッジ・オブ・オーシャンの特集や、同じ日に任務を終えて火星から帰還する大型無人探査機、白鳥の話題を放送していた。 コナンも合流してテレビを見始めるが、エッジ・オブ・オーシャンにある国際会議場で大規模な爆発があり、現場を警備していた警察官が数名死傷したという臨時ニュースが流れる。ハイワラはテレビで流れた現場の監視カメラの映像に一瞬だけアムロ・トールの姿があったとコナンに指摘する。コナンはテロの可能性を考えるが、爆破が各国の要人たちが集う。 サミット当日ではないことに疑念を抱く。警視庁で捜査会議が開かれ、爆発は施設地下で起こったガス爆発が原因であることや、現場のガス線はネットを通じての遠隔操作が可能な最新型であることが判明し、現場の状況から当初は事故と思われた。そこに警視庁公安部の風見雄也が現れ、 事件現場の遺留品から採取された指紋が毛利小五郎のものと一致したことを報告し、一同は、騒然となる。後日、公安部による毛利探偵事務所の家宅捜索が行われ、資料やパソコンが押収されてゆく。小五郎本人は、もちろん、コナンや毛利蘭、鈴木園子が無実を主張するも、全く相手にされない。コナンは、小五郎の潔白を証明すべく、 現場に残されていた爆発物の調査を灰原と赤坂博士に依頼するなど独自に調査を開始し、高木刑事から当初は事故と見なされていたサミット会場の爆発が風見からの小五郎の指紋に関する報告を機に事件として扱われた経緯を聞く。その翌日、押収された小五郎のパソコンから東京サミットの日程表や爆発現場の見取り図などの資料と 爆発現場の合戦にアクセスした痕跡などの証拠が発見され、小五郎は公安から厳しく追及される。小五郎は改めて容疑を否認して任意同行を拒否するが、その際に風見の手を振り払ったことで公務執行妨害罪で逮捕されてしまう。コナンは公安の前に立ち裸り、小五郎には動機がないことを主張するが、風見は小五郎を強制連行する。 公安の強引な捜査に憤りを募らせるコナンは、アムロに、小五郎逮捕の証拠は公安による捏造ではないかと、問い詰める。アムロはその答えをはぐらかし、コナンに強い口調で反論して立ち去る。今回ばかりはアムロが敵となるかもしれないことにコナンは、息を呑む。乱に救援を懇願された、ヒエリは、身内の弁護はできないために、代わりの弁護士を探すが、 被疑者が小五郎であることが災いして見つからない。国選弁護人に任せようという乱の提案を自分が口を出せないことを理由にエリは拒否する。そこに女性弁護士の立花坂井子が訪ねてきて小五郎の弁護を申し出る。公安事件を数多く担当してきたという坂井子に蘭は一時期待を抱くが過去の裁判で全敗していることを聞いて不安に駆られる。 東京地検に送検されてしまった小五郎は、国際会議場爆破事件の担当となった、公安部の草壁誠検事から取り調べを受けるが、ここでも、容疑を全面否認する。草壁は小五郎に動機がないことや、証拠の資料を見て、警視庁公安部に追加調査を依頼するよう上司で、統括検事の岩井さよしに主張するが、岩井は、小五郎の起訴を急がせるだけで応じないため、 草壁は独断で警視庁公安部への追加調査を要求する。追加調査を知ったランやエリは期待するが、酒井子は小五郎が必ず起訴されると断言する。コナンは小五郎の起訴を望んでいるかのような酒井子の言葉に疑念を抱く。翌日、コナンはメれレ警部らから情報を得るために警視庁に向かうが、そこには アムロやカザミの姿もあり、アムロの行動にコナンは疑念を深める。一方、坂井子が検察の申請した証拠資料をエリの元に持ち帰って一堂に見せていたところ、裁判所から後半前、整理手続きの連絡が入る。実は、岩江が独断で裁判の話を進めていたのだ。東京サミット当日、コナンたちは後半前、 整理手続きのために裁判所に向かうが、そこで今後の後半の日程も決まってしまう。情報を得るべく、再度警視庁に向かったコナンの前に待たしても、アムロとカザミが現れる。アムロが去った後、コナンはアムロが人殺しであることや、拘置所で取り調べた被疑者の男を自殺に追い込んだことがあることをカザミから聞かされる。その頃、 警視庁の捜査会議では IP アドレスを隠して複数のコンピュータを経由して標的に不正アクセスを行うソフト、脳が現場のガス線の遠隔操作に使用されていたことが判明した。その直後、東京サミットのために限界体制下にある都内の各所であらゆる電気製品が暴発、発火し、都内は大パニックに陥る。コナンは事件の状況から IoT テロと考え、国際会議場の爆破も同じ手口で行われたと推理する。パソコン音痴の心には到底不可能なことであり、テロ発生時に身柄を拘束されていた小五郎は容疑が晴れるかと思われたが、井子は時間設定による遠隔実行は可能と断じる。しかし、この都内の同時多発 IoT テロは序章に過ぎず、犯人はさらなる大規模テロを目論んでいた。 その後、アムロと合流したコナンは、なず不正アクセス事件で自殺を図った、幅の命日が1年前ということを知り、犯人の真の目的が、大型無人探査機、白鳥のカプセルを警視庁に落とす計画であると知ったコナンは、犯人の元へ向かう。収録曲2018年10月3日に発売され、初週売り上げは BD が約5万2000枚、DVD が 約3万5000枚で総合部門の首位に輝いた。豪華版にはシリーズ初のオーディオコメンタリーが収録されている。出演者は高山みなみ、山崎若菜、小山力也、古谷通。本作ではゼロミッションプロジェクトと題し、日本中のゼロにまつわるプロジェクトが展開された。2018年2月からは極秘任務。 シークレットミッションマイナスプロジェクトも並行して展開された。2017年11月29日発売の週刊少年サンデー2018年1号で本作の公開日とタイトルが発表され、同時にティザービジュアルも公開された。また、同年12月4日には YouTube にて特報映像が公開され、2018年1月17日にはキャラクターに加えて、 宇宙空間や人工衛星も描かれたポスタービジュアルが公開された。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは本作のプロローグと位置づけられたリアル脱出ゲームが名探偵コナンザイスケープゼロの序曲のタイトルで2018年1月19日から同年6月24日までの開催が予定されている。2018年2月8日にはゲスト声優に ウエトアヤと博多大吉が決定したことが発表された。2018年2月10日より公開された4、デラックス、MX4D 版、純黒の悪夢では、本作のスペシャルメッセージ映像が上映されている。2018年3月1日には、主題歌が福山雅春によって書き下ろされた楽曲、ゼロであることが発表され、予告編も公開された。福山は、 コナンとの初のタイアップであり、豪華のひまわり以来3年ぶりのビーイングに所属していないアーティストによる主題歌起用となる。3月1日に更新されたサンデーウ・エブリ編集部の公式ツイッター上ではアムロトールの電話番号が流出したことが判明した。これは極秘任務シークレットミッションマイナスの一環で通称はシークレットアムロコール流出した 電話番号にかけると、本作にまつわる重要なメッセージが聞けるというものになっている。また、電話をかけた一部の人には、アムロ本人から直接秘密の電話が折り返しかかって、くるという企画も同時開催された。2018年3月10日未明には、ゲスト声優に糸部アナウンサーの諸国サ代子が加わる、ことが、同局の深夜番組、キューン、で発表された。 その翌週の同年3月17日未明には、同番組のスタジオに、コナンの着ぐるみが登場し、本作のアフレコ台本を諸国に手渡した。さらにその翌週の同年3月24日未明には、前週に続いて登場した、コナンの着ぐるみが持ってきたという形で、福山からのビデオメッセージが放送された。なお、その翌週の同年3月31日未明には、 諸国が劇場版イベントの司会を今年から担当することも発表された。同年4月7日未明には諸国が APU メグロスタジオを訪れて高木渡や浦上稽古による指導の下アフレコを行う様子が放送された。2018年3月16日には本作の特報映像に合わせてヒロインのモーリーランが JK 用語を連発する特別映像。 ランチャんだって JK が公開された。2018年3月20日には、ゲスト声優の上戸彩と博多大吉による公開アフレコイベントが東京都内のスタジオで行われ、音痴で知られる大吉が主題歌、ゼロを歌わされて苦笑する一幕もあった。2018年3月20日発売のチョコミ8号と4月5日発売のチョコミ9号では2号連続で、名探偵。 コナンの付録が展開された。2018年3月23日発売のキャンキャン5月号の裏表紙にはアムロトールが登場し、ロゴもコナン仕様になっている。2018年4月3日には東京国際フォーラムにて完成披露試写会が開催され、出演者や青山豪将らが舞台挨拶を行った。2018年4月7日からは公開記念特番。 ウエトアイアー博多大吉のトリプルフェイスを暴く。が、各局で随時放送された。2018年4月8日には、極秘任務、シークレットミッションマイナスの一環として、コナンの着ぐるみが、渋谷警察署を訪れ、1日署長を務めた。2018年4月10日には、ゼロミッションプロジェクトの一環として、NPO 団体クリーンバードとコラボして、 大阪の街のゴミをゼロにするゴミ拾い企画が実施された。2018年4月14日には、東方シネマズ日比谷にて、公開記念舞台挨拶が開催され、出演者らが、コナンの着ぐるみと共に登壇した。2018年4月18日発売の、週刊少年サンデー21号の表紙イラストでは、青山の描き下ろしにより、コナン、アムロ、福山が共演を果たしている。 2018年4月21日には、広島グリーンアリーナにて行われた、福山のライブ、福山正春ウィアーブロスツアー2018に、コナンの着ぐるみが登壇した。2018年5月11日には、本作と同時期に劇場を公開されたアニメ映画、機動戦士、ガンダムザオリジン誕生赤い彗星とのコラボレーションとして、同作に登場する。 アムロレートシャア・アズナブルが、コナンやアムロと並ぶ描き下ろしポスターが公開された。2018年5月31日には、全国5劇場で、応援上映が実施された。2018年6月1日には、新宿ピカデリーにて開催された、機動戦士、ガンダムザ・オリジン誕生赤い彗星のフィナーレ舞台挨拶に登壇した古屋が、本作を話題にして、 会場を盛り上げる一幕もあった。2018年6月28日には、デジタルハリウッド大学、駿河大キャンパスにて、公開講座、監督、プロデューサーが語る、映画、名探偵コナンゼロの執行人ができるまで、が開催され、本作から監督の立川ゆずるやプロデューサーの諏訪、道彦が登壇した。二千十八年十月十九日から同年十一月八日、 までは、期間限定で、第20作、純黒の悪夢以来二度目となる 4D アトラクション版が、上映される予定で、入場者プレゼントとして、青山豪将を描き下ろし、アムロトールからの執行認定証と、ビジュアルポストカードのセットが10万人限定で、配布される。なお、同年10月19日に、イトブにて放送された、関西情報ネット10。 では 4D アトラクション版の特集が組まれ、劇場公開3週間前の最終チェックに出席した立川たちのコメントや上映中の劇場内の様子が紹介された。全国384スクリーンで公開され、2018年4月14日と翌15日の初日2日間で観客動員数101万2000人、興行収入12億9600万円に達して、 工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで初登場第1位となった上、最終工業収入68億9000万円の前作からくれないの廉価との初動工業収入の対比で100.7%を記録したほか、公開初日の4月13日から3日間の累計で観客動員数128万9184人、工業収入16億7、 113万6900円となった。公開2週目の週末となる2018年4月21日と翌22日の2日間では観客動員数62万人、工業収入8億2000万円を記録し、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで2週連続1位となったほか、22日までの累計では、 観客動員数が247万5903人、工業収入が32億3、312万8、800円を記録した。公開3週目の週末となる2018年4月28日と翌29日の2日間では、観客動員数45万3000人、工業収入6億1000万円を記録し、 工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで3週連続1位となったほか5月1日までの累計では観客動員数が374万人、工業収入が48億円を記録した。なお、この週の観客動員ランキングにはアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーが2位に初登場しているがこの結果に日本国外では驚きの声が漏れている。 公開4週目の週末となる2018年5月5日と翌6日の2日間では観客動員数41万8000人、工業収入5億5200万円を記録し、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで4週連続1位となったほか、公開から4週の累計では観客動員数が479万6522人、 工業収入が62億に251万を600円を記録した。公開5週目の週末となる2018年5月12日と翌13日の2日間では観客動員数19万9000人、工業収入2億7700万円を記録し、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで5週連続1位となったほか、 公開から5週の累計では、観客動員数が519万人、工業収入が67億円を記録した。公開6週目の週末となる2018年5月19日と、翌20日の2日間では、観客動員数16万1000人、工業収入2億1800万円を記録し、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで6週連続1位となったほか、 20日までの公開38日間の累計では観客動員数が552万6858人、工業収入が72億176万3500円を記録し、この時点で前作から紅ないの連価の工業収入68.9億円を超え、コナン映画歴代最高工業収入を更新した。 公開7週目の週末となる2018年5月26日と、翌27日の2日間では、観客動員数13万人、工業収入1億8000万円を記録し、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングで7週連続1位となったほか、5月28日までの累計では、観客動員数が580万人、 工業収入が75億7000万円を記録し、コナン映画歴代最高工業収入の記録を伸ばした。公開8週目の週末となる2018年6月2日と、翌3日の2日間では、観客動員数8万7000人、工業収入1億2000万円を記録し、工業通信社の調査による映画観客動員ランキングでは、デッドプール2と、 50回目のファーストキスに敗れて3位となったものの、累計では観客動員数が602万人、工業収入が78億円を記録し、コナン映画歴代最高工業収入の記録をさらに伸ばした。公開9週目の週末となる2018年6月9日と翌10日の2日間では映画観客動員ランキングで5位に後退したものの、 累計工業収入が80億円を記録し、コナン映画歴代最高工業収入の記録をさらに伸ばした。公開10週目の週末となる2018年6月16日と翌17日の2日間では映画観客動員ランキングで7位へ、さらに後退したものの、累計工業収入が82億円を記録し、コナン映画歴代最高工業収入の記録をさらに伸ばした。 公開11週目の週末となる2018年6月23日と翌24日の2日間では映画観客動員ランキングで5位にランクアップした上、6月27日までの累計では観客動員数が641万9003人、工業収入が83億8878万円を記録し、コナン映画歴代最高工業収入の記録をさらに伸ばした。 公開十二週目の週末となる二千十八年六月三十日と、翌七月一日の二日間では、映画観客動員ランキングで再び七へ、交代したものの、累計興行収入が八十四億五千万円を記録し、コナン映画歴代最高興行収入の記録をさらに伸ばした。公開十三週目の週末となる二千十八年七月七日と、翌八日の二日間では、 映画観客動員ランキングで8位へ、さらに後退したものの、累計興行収入が85億円を突破し、コナン映画歴代最高興行収入の記録をさらに伸ばした。公開14週目の週末となる2018年7月14日と、翌15日の2日間では、映画観客動員ランキングで8位をキープした上、累計興行収入が85億8000万円を突破し、 コナン映画歴代最高興行収入の記録をさらに伸ばした。公開15週目の週末となる2018年7月21日と翌22日の2日間では映画観客動員ランキングで10位へ交代したものの2018年7月22日までの累計興行収入が86億3000万円を突破しコナン映画歴代最高興行収入の記録をさらに 伸ばしたまた、4D アトラクション版の上映開始から、初めての週末となる2018年10月20日から、翌21日の2日間では、映画観客動員ランキングで9位にランクインし、累計興行収入は10月23日時点で88.6億円となった。さらに、2018年11月7日には、累計興行収入が91.0億円となったことが、 トムスエンタテインメントより発表された。その後、累計工業収入は、同年11月末時点の情報で91.3億円、同年12月中旬時点の情報で91.8億円となり、日本映画制作者連盟の発表によって91.8億円で確定となった。ピアの調査による初日満足度ランキングで、満足度94.0を記録し、第1位となっている。 2018年11月27日、第43回放置映画賞でアニメ作品賞を受賞した。2019年4月26日に日本テレビの金曜ロード賞にて地上波で本編ノーカットで初放送され、関東地区での平均視聴率は11.6%を記録した。なお、番組では放送時点で公開中の劇場版、 根性の拳の情報も放送され、同作にゲスト出演している林修が出演した、名探偵、コナン映画作品。ありがとうございます。